トラバンチャンネルスーパーコスモグループプレゼンツ川上千尋のトラタマプレミアムこの番組はスーパーコスモ新井光さんグループがお送りします皆さんこんばんは ABC アナウンサーの平野幸太郎です NAB48 の川上千尋ですトラバン守備の トラバン主義の ABC ラジオが阪神タイガースを応援する川上千尋のトラタマプレミアム今夜も最後までお付き合いくださいお願いしますよろしくお願いします <laughs> トラバン主義 <laughs> トラバン主義の <laughs> めっちゃ野球に染まってますね <laughs> 失礼しましたトラバン主義どんな主義なんですかね <laughs> 面白い大変失礼しましたついに改めました二、はい、度目ましていや本当ですよ 去年少しだけこの番組の中で絡ませていただきまして、はい、いやめちゃめちゃ高野アナといじってたんです平太郎さんのこと <laughs>、はい、<laughs> じゃあついに嬉しいですね,ねこの場所に座れる日が来るなんて私もまさか来るとは思ってなかったので。<laughs> <laughs> すごい嬉しいですありがとうございました。今日はどうぞよろしくお願いしますいや日本シリーズがもう始まってきまして一勝一敗できましたよ来ましたねでもおもろい試合すぎました8対0と0対8もうやられたらやり返すみたいなねまさかこんなにも綺麗に一勝一敗が作り上げられるとは思ってなかったですよねびっくりしましたそしてちひさんは一戦目 SNS ですごくリアルタイムでの更新が盛んだった どんな風に見てましたか <laughs> 弟と家でテレビ観戦してたんですけど、はい、もう大騒ぎです <laughs> <laughs> めっちゃ大合唱しながら見てました、はい、じゃあもう大合唱止まらなかったんじゃないですか止まらないですもういなんかツイッター X かも更新しないといけないしいけなくもないんですけど <laughs>、はい、気持ちが溢れてしまった、ね、しゃってるだけじゃ足りないんでちょっと更新したいなっていう感じで <laughs> いま、ね、した村上頌樹投手と山本由伸投手の投げ合いで、はい、まさかねえあのいやー 大投手吉野からそうですねでもこの虎魂プレミアムで村上投手にインタビューさせてもらった時も <laughs>、はい、リベンジがしたいっておっしゃってたので、はい、リベンジが見れて本当に嬉しかったですねしれましたねしした村上投手7回無失点の素晴らしい口頭で初戦をか、はい、白星で飾りました、はい、そして この1週間の中ではドラフト会議もありましたけれども、うん、いやー、そうですね、ご覧になりましたか、見ました、もちろん、うんちょっとドキドキキでしたねそうですね、これで運命が決まるんだっていう、テレビを見てて、すごいドキドキしました。し私、個人的に岡田監督があのボックスから一位指名の瞬間に引いて、どうだっていう景色を期待してたんですけれども、単独一位指名でしたね <laughs> そうですね。 <laughs> 本当にあの単独ででもちゃんとしっかり狙いの選手を取れてよかったです、はい、それがまた村上頌樹投手に似ているという青山学院大学の下村海斗投手ということで、はいね、<laughs> ついに村上二世と呼ばれる日が <laughs> <ー>来るんだと。 ね、今シーズンの本当に貢献度がすごい高いんだなと思いましたどうですか、はい、ドラフトの中で気になった選手とかいたりしましたかーです、ねはい、なんか2018年からピッチャーに転向したっていう話を聞いて、はい、そんな短いスパンでドラフトに選ばれるんだって。 すごいびっくりしました、ね、すごいですね、はい、徳島インディゴラソックス、はい、徳島インディゴソックスから独立リーグから上がってきました、はい、シーバ投手千尋の注目ということです,そ,です、ね、そして明日から甲子園に帰ってきての3連戦が始まります、はい、この甲子園での3連戦がやはり鍵となりますよね、はい、そうですねえ甲子園でせめて2勝1敗 三勝三連勝。して、ね、<laughs> はい、一気に日本一を決めてほしいです。はい、はい、今夜はここまでの日本シリーズの見解と。甲子園でどう戦えばいいかを日本シリーズでホームランも打ったことがある、あの人にいろいろ聞いちゃいます。A. M. 一丸丸八 F. M. 九三三の A. B. C. ラジオがお送りしています。川上千尋の虎魂プレミアム。ここからは明日からいよいよ始まる。 甲子園での日本シリーズの戦い方千ヒさんが気になるポイントを深掘りしていきたいと思いますはい、前回は檜山さんにお聞きしましたが、はい、今回は2003年の日本シリーズでホームランを打ったこともある関本健太郎さんにいろいろとお聞きしました、うん、まずは1戦目2戦目で見えた阪神の戦い方関本さんよろしくお願いします,お願いしますどうも関本健太郎ですよろしくお願いします まず初戦はいろんな方がいろんなことを言いますけど、日本,、ね、本を代表するピッチャーに、えー、真っ向勝負っていうところではなく、ちょっとその佐、まあ、テ輝の盗塁であったりとか、ランナー出ると急にこう崩せる、えー、形が作れたっていうのは、何かしらこのセットポジションの山本投手の傾向であったりとかいうのを調べてるんだろうなっていうところがあって。 か山本投手が調子悪かったんじゃなくてタイ打線が攻略したというふうに僕は初戦は見てるんですけどね。最背面で言うと、えー、野口選手に対してゴンザレス選手を代打に送ったシーンありましたよねあの島本投手を、えー、に傾投したわけですけどこの場面で2安打1打点打ってるシリーズ男になりそうなバッティングをしてる野口選手に対して島本投手を送り込むと向こうは代打を出すのかどうか。 っっていううののを探りを入入入れるたための僕は左ピッチャー投投投手投入やったと思うんですねで結果的に打たれはしましたけどこの後の戦いの中でこのケースになったら左入れると代打送ってくるかどうかっていうのを見たかったんやと思うんですよ。っていうのとあと山崎総一郎投手に対してもう勝負ありの点差の中で糸原選手を代打に送ってねこの後の展開で。 山崎投手と対戦するであろう糸原選手に一回球を見せるっていうあたりも負けてる展開の中で、まあ、分析であったりとかね作戦という部分ではあったと思いますけどあのというともその僕もその日本シリーズで敵地で勝ったことがないのであの勝つ難しさっていうのは感じてましたし仮にあの連敗で甲子園に戻ってくるということも十分想定内に入れてたんですね。そのたととえ連敗し,たとしても あの4勝するということを前提に考えたトータル的なマネジメントでいうと1勝1敗というのはあの想定以上の結果じゃないかなと思いますけどね。ということで、はい、期待が持てる関本さんの解説ででしたねねそうです、ね、短期決戦ならではの監督の采配というところもやっぱ見どころなんだなと思いました気になったシーン言葉とか他にもありましたか、えー、シーンですかあの、はい、村上投手が あの、マーゴさんに、んマーゴさんに、ん <laughs> はい、あの、すごい粘られたシーン、あれは粘りがちしたのかなと、そう思いました,ましたね。十、はい、10球ぐらいでしたかね、はいはい。びっくりしましたね、あれは。いや、村上翔輝投手の、うん、もうエースの活躍がありましたけれども、うん、はい、他にもコメントが届いているようです。はい、それでは、えー、甲子園3連戦の戦い方ですね、そしてキーとなる選手は誰なのか、うん、関本さん、よろしくお願いします。 うーんそもそもねやっぱりそのパ・リーグとセ・リーグってもう,もう元をたどせばドラフトの戦略からして DH がある内で選手の取り方って違うんですよ。でその中で DH がある球場で2試合戦って1勝1敗で今度逆に DH がなくなるというところでお互い設定て競、えー、ったら物のにできる投手力を持っててつながりで点を取ってくるっていうチームは一緒なんですけど。 競った時にどうやって、えー、白星を重ねていくかという部分はタイガースの方が上じゃないかなと思いますけどね、えー、1、2戦目ともにタイガース打線のクリーンアップね森下選手、大山選手、里輝というところにタイムリーヒットが出てないんですよ1、2番は機能してるんですよあとはその3、4、5に打点がつくあのタイムリーヒットが出るってなるとタイガースの、えー、打線の中では落ち着きが出ると思うんですね回の方も普段通りのつながりが出てるんで まああいも当然ねクリーンナップを抑えにかかっていくるのはもう百も承知ですけどタイガースの野球に持っていくっていう意味ではクリーンナップに打点がつくタイムリーが出るっていうところが、えー、キーになってくるんじゃないですか。なるほど。そうですね。クリーンナップですね。はい。チヒさんどうですか。やっぱりクリナップの中でとか。クリナップの中で大山選手がやっぱりそのファーボールとかで出てくれたらつながるので。はい それはすごいありがたいなと思いながら見てましたただその大山選手に打点もなんとかつけばというところですよね楽しみが広がりますけれども、はい、最後に日本一をつかむためのポイントはどこなのか、はい、関本さん、うん、よろししくお願いします,しいしますそうですねあの2戦目やっぱ負けた要因ってねあのやっぱミスが絡んでるっていうところがあの自分たちの野球じゃなかった部分なんで。 あの本当に1、2戦目を見てるともう綱引きしているような状態で、えー、どっちに行くかというところでちょっとの隙をやっぱ両チーム、ね、勝った時もそうですけどちょっとの隙で一気に引っ張り込むというのが1、2戦目を見ていると、えー、そういう展開だったのでやっぱ最初のちょっとを引っ張り込めるかというところが相手のミスにつけ込めるか。 えー、ちょっとのミスを見逃さないかっていうところが勝負のポイントになると思います、えー慈悲えー、と一生い勝ぱ敗でタイガースが日本一になるかどうか、すごい不安やと思いますけど、えー、必ずタイガースは日本一になりますので、またその時は一緒に、えー、喜びましょう。あと、チヒ、ちょっとええー、え、あのー、関本健太郎のセカンドライフっていう YouTube やってますんで、そちらの方でも詳しく日本シリーズのことも喋っております。えー、皆さんぜひ チャンネル登録よろしくお願いします。皆さん見てくれるのはありがたいです。チャンネル登録してください。よろしくお願いします。以上、関本健太郎でした。 いやーういう <laughs> すみません、あのチャンネル登録まだでした。<laughs> <laughs> します <laughs> 告白しましたね、もうこれ、番組終わりで即登録です,、ね、いやそうですね。見てはいるんですけど、やっぱチャンネル登録がね、はいしますちゃんとそして関本さんから力強く、はい、絶対タイガース勝つからとそうですね、めちゃめちゃ嬉しいお言葉でした。 ちょっと声が漏れましたねおおって <laughs> ねえ漏れましたねはいちょっと不安なのでねやっぱりそうですね、はい、甲子園3連戦不安ドキドキですけれども、うんね、関本さんから力強いお言葉をいただきました、はい、どうですかちひーさん的な3連戦の見どころ、はい、改めてええー、やっぱりあのー、オリックスの粘り強さっていうのは、はい、十分この2戦目で感じてると思うので、うん、もう そこをどう打ち崩していけるか、ね、そうですね投手力同士のぶつかり合いでどっちが一本出せるかというそうですね。シーソーゲームですね、はい、最高の野球が見られそうです、はい、見れそうです、はい、関本さんありがとうございましたありがとうございましたはい、そして関本さんは明日、えー、17時55分からのフレッシュアップベースボールで解説予定です、うん、皆さんぜひ解説を聞いて阪神を応援しましょう お送りしてきました川上千尋のトラタマプレミアムそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました早い <laughs> 早いですね本当早いです <laughs> 来週は日本シリーズも終わっていると思いますので、はい、ぜひ選手の喜びの声をお届けしたいですね,ですね直接あのお話を聞いて 虎玉らしいインタビューお届けできたらいいなと思ってますがどうでしょうか OK の印が出ましたサインがねえ川上、はい、さんまた試合を直接観戦になられる予定も <laughs>、はい、あるかもしれないですねえ、はい、<laughs> ぜひそんな声も来週には聞けたらと思いますそうですねでは最後に38年ぶりの日本一へ向け選手へ一言お願いします、はい、甲子園でドアげ見せてくださいよろしくお願いします <laughs> お願いします <laughs> 川上千尋の虎魂プレミアムお相手は ABC アナウンサーの平野幸太郎と NMB48 の川上千尋でした八尋さん短い間でしたけれども、はい、また会えますように、はい、よろしくお願いします次回もお楽しみに <laughs> この番組はスーパーコスモ新井光さんグループがお送りしました